でみんな同じこと言うのね。どうしました？ゆきんちゃん、ちょっとリスナーバカにするところを注意してくれない？変わるから。そうですね。あ、けいこさん、こんばんは。先ほどはありがとうございました。え、さっき話した人？うん、あ、そうです、そうです。あ、はい、すいません、ちょっと聞きたいんだけど、いろんな人にかけられて。いい？ゆきん？はい。うちのリスナーをバカにする行為って、これ法律的に業務異業異業妨害じゃない？事件業務妨害には当たらないですけど、リスナーが減るじゃん。リスナーさんがそのように、バカにされてるっていうふうに思ったのなら、それはあれですね、良くないですね。なのでリスナーさんをバカにして、うんうんそうだよね、うんうんしか言わないよねみたいなことを言ったけいこさんはちょっと良くないと思うので、そこは謝りましょう、リスナーさんに。いや、なんか誹謗中傷じゃない？どっちかっていうと、そうです、ね、コメント見ちゃうと、うん、ゼロワンの方が叩かれてるんですよね。叩かれてないけど、まあ両方どっこいどっこいですかね。え、私どこが悪かったんですか？お前を俺生かしてるんだよ。なんか勘違いしてない、自分自動だと思ってる。リスナーさんを、そうかもしれない。そうだよね、俺がうまく、うん、配信流れ作ってるんだよ、優しいから、うん、そうかも、そうだね、勘違いやめた方がいいよ、うん、だって私みたいな性格叩かれるもん。喋っても大丈夫ですかね？どうぞ。はい、リスナーさんを煽ったりとかは良くないと思うので、そういうのをやめた方がいいと思いますよ。せっかく可愛い顔してるのにそういう行為はもったいないです。煽ってないですよ、全然。でもなんか煽ってるように聞こえるんですよ、こちらとしては。あ、それ妬みですか？え妬みと言われてもあれですかね。私はもうゼロワンさんより一個年上が上ですし、うん、胸もちっちゃいので、そうですね、妬みって言われても仕方がないかもしれないですけど。いや、わからないんですよ、自分がリスナーを煽ってるようなことを言ってるっていうのがわかんなくて、うん、うん、そうだったんですね。言っとくけど、お前よりゆきんのが大事だからね。これ言うよ、はっきりと。これ本心。うん、お金？うん？お金？違う。何？大事。え？大事。なんで大事？お金？違うよ。じゃあ何？で、常連だし、いつも支えてくれてる、うん、かけがえのない、うん、リスナーさんだ。え、そうなんだ。うん。けいこのこと一番大事って言ってたけど。お前なんかどうでもいいよ、うん、だから1枚渡して帰ってって言ってるの。まあでもそういうあるよね、そういうパフォーマンス大事だもんね。パフォーマンスじゃない、いちいちそういうところもう本当に嫌い。だってそうじゃん、うるさい。なんか たとえそれがパフォーマンスだったとしても、パフォーマンスって言っちゃダメです。それはゼロワンさんに対して失礼ですよ。パフォーマンスだけで先月とかも結果残せないから。うん、ゼロワンさんはほんとしっかり。でも私ね、ゆきんちゃんって知ってるんだよ。口だけのとこもあるけど、やることやってるから。私のこと知ってらっしゃるなんてほんと光栄です。この人ね、監視がすごいから。なるほど。あれですか、ね、さっきも俺の配信見てたじゃん、うん、夏子様のくだりとか全部聞いてるじゃん。違う、全部じゃないけど、夏子とで、うちのリスナーの常連は全てインストップしてる。なるほど、じゃあ私がユキンさんとは曲をされてた。ユキン子さんと、ユキン子じゃないです、ごめんなさい、ユキンです。ユキンさんと、うん、ミンさんは気になってた。ミンさん、ね、正直な話、ありがとうございます。ミンちゃんもう寝ちゃったよ今日、うん、いつも気になってた。いつもずっといてくれて。そうなんですね、ありがとうございます、うん、もうミンちゃんもいないじゃん。ただね、もう帰ってって言われてるんだったら、そこはいい女だったら引きましょう。帰ってほしいんですか？ゆきんさんの気持ち教えてくださいよ。私の気持ちですか？私の気持ちではなくて、うん、ゼロワンさんの気持ち次第だと思いますね。そこはホテルがゼロワンさんのホテルなので。ゆきんさんの気持ちが知りたいな。私の気持ちですか？うん。知りたい。なんか
配信うまいな。違くて配信うまいっつうか小バカにしてるんだよ。違くて煽ってるんだよ。違う、ゼロワンのリスナーをあんまり知らないからどう思ってるんだろうっていうのが本当の気持ちで、なんかゼロワンの意思気持ちとかを尊重するんじゃなくて、ゆきんちゃんの気持ちを知りたい。なるほど。ただ申し訳ないんですけれども、私は1リスナーでしかないので、そこはゼロワンさんの気持ちを汲み取った上でのコメントしか返せないです。ガチ恋じゃないんですか？私ガチ恋やめたんですよ。じゃあダメじゃん。あ、切った、逃げたね。ガチ恋に電話してよ。うわ逃げた。ガチ恋に電話して。逃げた。ガチ恋じゃなきゃ意味ないじゃん。逃げた。え、そうじゃない？だってさ、ガチ恋に電話するって言ったんだよ。いないんでしょ。結局いないんじゃん。じゃあまたミントが怒ってるよ。誰？逃げたね今。逃げたじゃなくて、ガチ恋の人と話したいの。あーやん、うん、あーやんごめん、寝てた？あの、うん、2週間お試しで付き合って別れた子がいるんだけど、うん、今ホテルの部屋にいてさ、うん、なんかガチ恋出したらあの 帰るって言ってるんだけど、一応ちょっとガチ恋としてちょっと話してくれない？あ、何今一緒にいるの？うん、うん、はい。あ、そうなんだ。ガチ恋ですけど。もしもし。あ、もしもし。ガチ恋ですか？うーん。うーんだって。だって。しかも。ガチ恋っていうか、俺に愛があるから。いやいやいや、あの、恋愛的に。恋愛もできるよ。ありますか？うん。恋愛的な気持ちももちろんありますよ。あ、そうなんだ。え、で何？なんだっけ？だからこの子帰ってくれないんだよ、タクシー代払っても。いや、なんかタクシー代って言って、うん、偽札渡されてるんですよ。偽札？そうなんです。もうやめて、本当それ配信的に良くないよ、捕まるよそれ。あ、そう、まあ、嘘やめて。本当の諭吉なんですけど、まあその配信上の、はい、まあそういうあれですよ。お姉さんはゼロワンに呼ばれてきたんですか？勝手に来ました。今日だけは自分の意思で来たんですよ。だけどそれまではしつこくされてました、うんうん、いやしてないよそんなに。なんで帰らないんですか？なんでだと思います？いや知らないですね。私はもうなんか、会社だったら解散って感じだと思う。まあそんな軽い関係じゃ なくって。軽い関係じゃない。うん、うん、そうなんですよ。いやもう別れてるじゃん。ですか？うん、まああの R ちゃんみたいなレベルだね。でさっき配信前まで R ちゃんみたいなレベル、会いたかった、会いたかったよって言われてたんですよ。あ、いや俺甘えるもんね。うんうんうん、甘えん坊だから。うん、でも本当に帰ってほしかったらそんなこと言わないと思う。俺誰にでも甘えるから。そうなの？そうだよ。あ、そうなんだ。じゃあ帰ってほしくないじゃん。え？え、そうじゃん。帰ってほしくないってことじゃん。でも帰ってほしいって言ったら、帰って会いたかったよって言ったってことは認めたじゃん。俺と喋らないで、あーやんと喋ってる。あーやん、あーやん、うん、お姉さんの名前なんですか？私です、ケイコです。まゆです。まゆさん、ケイコ、まゆ。いやー、でもゼロワンは帰っ
ってほしいっていうのは言ったの。うん、今言ってるんだよ。でもタクシー代よこせっていうか、タクシー代も払う。あ、いや、もう分かると思うけど、あんまりガチ恋以前には言いたくないけど、うん、ね、帰ってほしかったら、うん、開けないんですよ、ドアを。はあ、どういうこと？いや、コンコンコンってドア開けたら、うん、あよ、会いたかったよって言われたから、うん、そんな言い方してないけどね。うん、でもなんかもう今ね、そういう設定で今 やってるから、こういう設定で行こうねって裏で話してたんだけど、設定じゃねえよ。ガチ恋の子に悪いなって思って。鬱陶しいなお前。あやんって結構ね、あやんもうガツガツ押してこいつね。あ、言えばこういうタイプだから。俺ね、ちょっと一緒に配信やってもいいかなと思ったんだけど、いや結構言うからじゃん自分が。やっぱリスナーが結構嫌がるから。自分がそう言うからじゃん。やっぱ俺配信が何よりも大事じゃん。これちょっとまずいなと思って今帰らせようとしているの。配信よりも大事だよって。そしたらもう酔っ払って帰らないんだよ。あー、酔っ払ってんや。でもなんて言うんかな、友よ呼ぼうかな。友よって誰？ストーカー。ストーカーにはストーカーぶつけようかな。やめときよ。いやー、でもなんて言うんかな、ほんまに変えた方がいいですよ。え、アーヤンは本当にガチ恋なの？いや、うん、まあ好きですね。付き合いたい？うん。じゃあ告白して。もうそういうのやめなよ。小バカにするの。なんで？してないよ。いやー、でもなんかこう振られるどことか。なんでくっつくの？ちょっとやめてよ。自分の気持ちはもう伝えてるんで大丈夫ですよ。本当やめて、やめて。本当に？今ガチ恋って言われてそうやってやってくるの？付き合いたいって言葉聞いてそうやってやってくるの？あの、お前のものじゃないから。俺のものだよ。いや違うよ。俺のだよ。いや、お前のものじゃないから。俺のだよ。いや違うから。俺のだよ。無理。お前のものじゃないから。誰の？誰のものでもないけど。じゃあなんで帰らないんですか？タクシー代とかももらってないです。いや渡してよ。さっきもらってないよ。本当に。じゃあ渡すよ。いや本当にもらってない。くっつかないでよ。くっつかないでって。もうほんまに、うん、タクシーでもらったら帰るんですか？いや、そうやって言っても渡しても帰らなかった。アヤン、くっついたらどんな気持ち？何それで煽るの？すごい性格してないこれ。どんな気持ち？どんな気持ちって別にどんな気持ち？どんな気持ち？どんな気持ちやん。どんな気持ちって言われてもねえ、今どんな気持ち？今どんな気持ち？お姉さんふざけてます？ふざけてるね、完全に。ふざけてないですよ。全然。でも多分結構ゼロワン帰ってほしいみたいな感じの気がするんですけど、トム・ソーヤ池上みたいな感じ今。あ、なるほど。うん、で今なだめようと思って、うん、今いろんな人に電話してるんだけど、うん、だからトム・ソーヤ池上状態なんだよ。ブイ。いやもうほんまに帰りましょう。帰った方がいいかな。うん、本当？じゃあ送って、タクシーまで帰るから。タクシー呼んで。お姉さん、タクシーはどうすね？来るときはどうされたんですか？電車で来たんですよ。電車で来たんや。うん。なるほど。そうだよ。なんで？いやでもなんか
ね、わざわざ01がタクシー代払うから帰ってほしいっていうのはわりかし珍しいなと思って。いや、払いたくないんだよ俺。うん、結構だから帰ってほしいんちゃうかなっていうようなイメージが結構あるんですけど、うん、そうか、まあ、うん。